川崎高弘は、三重県津市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。津市消防本部消防理員。現在の姓は、前田。小学2年から西川岡スポーツ少年団でソフトボールを始める。私市立京北中学校時代は、軟式野球部に所属。高校は、進学校である津東高に進学。2年夏は、三重県予選2回戦で敗退も、 一回戦の、名張り専で5回三考完全試合を達成。3年夏は、三重県予選3回戦で、シード校の高額観光に1から0で勝利するも、続く4回戦で、津高に3から7で敗れる。結局、在学中には春夏とも、阪神甲子園球場での全国大会へ、出場できなかった。2011年プロ野球ドラフト会議で、 中日ドラゴンズから5巡目で指名。契約金2700万円。年俸540万円という条件で入団した。背番号は51。2012年には、ウエスタンリーグ公式戦14試合に登板。0勝2敗、防御率3.80を記録した。2013年には、ウエスタンリーグ公式戦19試合に登板。1勝1敗。 防御率4.66という成績を残すと、10月1日の対阪神タイガー,アース戦7回裏に4番手投手として、一軍デビューを果たした。しかし、一軍公式戦への登板は、この試合だけにとどまった。2014年には、ウエスタンリーグ公式戦15試合に登板。1勝2敗、防御率7.00と振るわず、一軍公式戦への登板機会はなかった。 シーズン終了後には、球団から支配下選手契約の解除を通告された。12月2日に、NPB から自由契約選手として公示されたが、同月13日には、育成選手として再契約。背番号も201に変更した。2015年には、3月30日から10月6日まで、香川オリーブガイナーズに派遣。香川では、主に先発投手として、 リーグ戦17試合に登板すると5勝5敗、防御率2.95という成績を上げた。6月にはリーグ選抜チームの一員としてリーグ主催の北米遠征に参加している。2016年には4月1日から9月30日まで福島ホープスへ派遣。2年連続で日本国内の独立リーグでのプレーを経験した。福島では リーグ戦19試合の登板で3勝5敗、防御率6.24をマーク。しかし、派遣期間満了後の10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。10月31日付で NPB から自由契約選手として公示。NPB 他球団での現役続行を希望していることから、2016年11月12日には、甲子園球場で、 開催の12球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式の対戦で、打者3人を無安打に抑えるとともに、一つの三振を奪ったものの、打球団からの誘いはなく、引退を余儀なくされた。その後、高校時代に憧れていた消防士になることを決心し、2018年に、市の消防職員に採用され、晴れて消防士になった。 プロ野球選手時代は、その厳しさに耐えかねて隠れて泣いていたといい、消防士になった今も、心が折れそうになった時は、プロ野球選手時代の厳しさ、悔しさを思い出して、自らを鼓舞しているという。手足の長い長身細身の本格ハミリ腕、で、最速時速1 4 3キロメートルの伸びのある、ストレート、キレのあるスライダーが吹き、中日からのドラフト指名時点では、 スカウト部長の中田宗尾が2、3年鍛えればすごい選手になるかもしれないと表現するほど打撃、身体面での評価も高かった。ありがとうございます。